はい、造園パートナーズの大森です。今回はですね、斑入りの木のお手入れに関する基本的なお話というような感じになりますね。まあ基本的なお話ですんで、まあ初心者向けのね、まあ知っておかなければいけない、斑入りの木のお手入れのお話というような感じになっております。斑入りの木の重要な話に、ね、なりますんでね、まあ基本にして結構ね、重要な覚えておかなければいけないことになりますんでね、ぜひ参考にしていただきたいなと思っております。そもそもですね、斑入りの木とは何だいというような感じでね、この動画を見ている方もね、もしかしたらいるかもしれないんですけれども、まあその方向けてですね、斑入りの木がわからないよという方向けの解説をですね、まずはいたします。サムネイルでもですね、あった通り通常の木とはね、違うんですよね。あれはですね、サムネイルであった、まあ今回もね、写真出していくんですけれども、あの木はですね、マサキになりますね。マサキあれね、普通緑色だよってね、思っている方いると思うんですけれども、あのね、黄色く色がね、変わっていると、あれが斑入りというような状態になりますね。で、ここからはですね、ウィキペディアからの引用になるんですけれども、斑入りとはですね、植物においてもともと単色で構成されている組織が本来持っているべき色、つまり緑色の葉っぱの一部がですね、白や黄色あるいは赤の模様になることを指すことが多いというような感じですね。外的または遺伝的要因によって、多色になってしまう場合を言うということですね。多くはですね、葉っぱに見られる一般的に病気や害虫あるいは気温や土壌の影響などの一時的な現象とは区別されるというような感じなんですね。まあ、たまにですね、病気になっちゃったりしてね、葉っぱの色変わっちゃったよっていうこともあったりするんですけれども、それは病気だよということではなくてですね、元々のですね、なんていうんですかね、もう、そういうふうに してるというような感じなんですよね。ですんで、ずっとあれなんですよ。色がね、緑じゃなくてね、ちょっと違う色。いろんな種類の木でね、斑入りっていうのありますんでね、まあ、マサキがね、結構僕は、代表的なんじゃないかなと思ってですね、たまたまちょっと今日ね、お手入れに行った家で、マサキがあったんで、出したと。いうような感じになりますね。まあ、大体マサキ結構あるなっていう印象ですね。で、まあ、病気とかではなくて、普通にね、状態になっているというような感じですね。ですね、買うときにですね、斑入りのマサキありますかって言ったらね、あれが出てくるというような感じですね。で、色がですね、結構ね、白っぽい斑入りのものもありますし、黄色っぽい斑入りのものもあるんですけれども、まあ、それはね、木の種類によってね、様々あるというような感じになりますね。まあ、いろいろね、病気ではなくて、もともとああいう風にしているというような感じのものが斑入りと、いうような感じでね、呼ばれているというような感じですね。まあ、今回はですね、そんな斑入りの木のお話をいたします。説明じゃよくわからないよと、何を言ってんだいと言った方にはですね、もう一度ね、今一度写真を出します。こちらですね、斑入りのものと斑入りじゃないもの。これね、もう同じ木なんですけれども、全然違うように見えるというような感じでね、まあ見ていただいたらもう一目瞭然と、ああ、なるほど理解したなというところでですね、お話を続けていきたいと思います。で、今回ですね、この斑入りの木のお話なんですけれども、この斑入りの木の中でですね、これ見ていただきたいんですけれども、ここのですね、色が元に戻っちゃっているよという部分がありました。これはですね、結構普通によくあります。まあ、あるあるですね、これは。だから。で、このですね、よくあるこの感じのですね、戻ってしまったよと言った状態のところをですね、切らなければいけないんですよね。で、注意していただきたいのがですね、次の写真ですね。これ、ここで切ってはいけないです。なぜいけないかというとですね、途中で切ってもこれはね、意味がないというような状態になりますね。斑入りのものに関してはですね、残しておくと、そのままそこのね、戻ってしまった部分がどんどん増えていってしまうよというような現象が起きてしまうということなんですね。ここがですね、今日の一番重要なお話になります。斑入りがですね、戻ってしまった部分に関してはですね、そこを取り除いてあげないと、どんどんそこのところが広がっていくよというような感じになりますね。まあ、ちょっとね、何枚か写真撮ったんですけれども、まあ、こんな感じでね、ここで切っちゃいけないよと言ったところでですね、色がね、元に戻っちゃってる部分があるんですけれども、じゃあ、このね、次の写真、ここで切ったらどうですかというようなところでですね、ここの部分があるんですけれども、ここでですね、注意していただきたいのがですね、根元まで戻ったらよく見たらですね、さらにですね、違うところに伸びている枝も緑色に戻っていたよというようなところまであったんですよね。ですんで、切る場合はですね、もうこれごと緑の色がついている、葉っぱの部分、はですね、すべて取り除くという必要がありますね。ですんで、一番奥、
緑の葉っぱがついている枝の一番奥まで遡って切っていくというような感じになります。ですんでね、結構こうね、切った後はですね、穴が開いちゃったような感じにね、切る前に比べるとですね、なっちゃってるように見えるんですけれども、これはですね、斑入りをですね、維持するためにはですね、もう仕方がないというような感じです。逆にですね、これを中途半端なところで切っちゃってですね、穴がね、開かないようにしましたって言ってね、緑の部分、斑入りじゃなくなってしまった部分を残してしまうとですね、これはですね、どんどんその斑入りではない部分が広がっていってですね、ようやくね、斑入りのやつ買ったのに斑入りじゃなくなっちゃったよ最後はというような感じでね、もう意味ないよということになってしまいますんで、必ずね、お手入れの際にはですね、斑入りじゃない部分はですね、しっかりとまず初めに取ってあげるという必要があるということですね。これはですね、元に戻っちゃう現象、ですね、他の動画でもね、解説していることがあるんですけれども、貝塚いぶきでも同じ現象が起きますね。貝塚いぶきでチクチクとした葉っぱ、あれがですね、同じような感じで、まあ、元に戻っちゃっているというような感じの現象なんですね。あの部分はですね、しっかりと取り除いてあげてくださいねというような感じでね、貝塚の動画の中では説明しております。同じような感じでですね、貝塚チクチクしちゃった部分、あれはですね、全部こう取り除いてあげると、チクチクの根元、もっと根元、一番根元、チクチクになってしまった一番の根元の部分から取ってあげると、チクチクの部分がですね、こうあったとしてですね、ここだけチクチクだよ、こっちはチクチクじゃないよ、こっちもチクチクじゃないよ、なった場合はここで切ればいいと。で、ここもチクチク、ここもチクチク、ここもチクチクだよって言ったら、ここは取らなきゃいけないというような感じのお話になっておりますね。同じような感じで今回の場合はですね、斑入りの木のお話ですね。緑色の部分、斑入りではなくなってしまった部分は必ずお手入れの時に取り除いてあげる必要があるというような感じです。まあ、あとのお手入れに関してはですね、まあ、この木は真先になりますんで、まあ、刈り込んであげてもいいと思いますし、まあ、枝抜きしてね、綺麗に仕上げてあげてもいいと思います。今回はですね、まあ、刈り込んでね、終わりというような感じにしたんですけれども、まあ穴が開いてしまったんでね、そこの部分戻るまではですね、枝の数をちょっとね増やしてあげようかなというようなところで、今回はお手入れをしたというような感じになっております。ぜひね、斑入りの木をお手入れする際はですね、斑入りではなくなってしまったところはしっかりとね取ってあげるというのを覚えていただきたいなと思っております。ということでですね、今回はですね、斑入りの木のお手入れのお話をしております。基本的なね、お話になっております。まあ、取ればいいよと言っただけのね、お話になっております。残しておくとですね、ちょっとね、元に戻っていってしまう確率がかなり高まってしまいますんで、ぜひね、元から取ってあげるというような感じになって、そこでもし穴が開いてしまったとしてもですね、そ他のところから枝をこうね、出てくるようにしてあげるというような感じになっておりますんでね。まあ、それだけね、覚えておいていただければなと思っております。こんな感じでね、斑入りの木のお話をしている時もあります。造園業植木屋さん、庭さん、庭木の話をしている時もあります。チャンネル登録まずですよという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとですね、いつもグッドボタンいただきましてありがとうございます。今回もよければグッドボタンいただけたらなと思っております。他にもですね、何かの質問などございましたらですね、返事は動画にて返しておりますので、何かございましたらコメント欄の方にいただけたらなと思っております。私はですね、造園業植木屋さん、庭師さん、業界全体が良くなるようにと思いまして、この動画、このチャンネルを作っております。ぜひ応援の方もいただけたらなと思っております。ということでですね、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画で会いましょう。